11장 싸움의 승산. 먹긴 먹지 않았을까? 중의원 해산을 결정. 총선거로. 政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命することも図られました。됐네。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。ここが春日君たちのアジト。ああ、遠慮することはねえ。くつろいで。同僚だなば。まあくつろげる感じでもないけど。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けば、どいつもこいつも随分上から目線だな。勝手に転がり込んできた分際で。勝手だなんて。ちゃんと難波さんの許可をいただきましたよ。町までここに引っ越してくることはねえだろう。引退した俺がいつまでも景品飯店に住むわけにいかないでしょう。示しがつかない。あ、運転案ごくな。だから俺も家なしなのよ。だからって揃いも揃ってうちに来る。人が集まる場所には情報も集まります。その後ブリーチジャパンの方はあんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃねえのか。警察？春日君ニュース見てないの？そういやここのとこコミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人の称号や日本中でたぶん上げてる。はぁ、あ、テレビも新聞も報道はこう警察さえ手出しできない不法そこに危険を顧みず突入した勇気あるブリーチジャパンってね。약간용취급받나본데ずいよったそれだけじゃありません。ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表の小笠原が死亡した。あ、걔죽었어。小笠原が死んだ、どういうことだ。ってことはまさか。そのまさかでしょうね。おそらく近江連合に殺されたのでしょう。全てはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。完璧に若い。見ながらとりあえず長も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。この先いつどうなるかわからん。賛成。총과동료로합류했습니다。세번째하마코사これは一体。いらねえもん捨てるって言っただろう。こいつら私一人で出したんだけどもうくったくたでね。残りはあんたたちに頼みたいってわけさ。布団買い替えるのかい。もや景気いいじゃねえか。いじゃ熊なのごや。あれ誰もいねえ。女の子たちはどうしたんだい。あの子たちは一人残らずやめたよ。閉めるんだよ。偉人町再生シェルター。이게뭐야아싸미나ブリーチジャパンの連中が浜北公園の先に作った施設さ。風俗で働く子やその家族が無料で住めるんだよ。しかもシェルターじゃ職業訓練も受けられるし、これ엄청좋은거아니야。取得のサポートもしてくれんだよ。悪い浜子さん、ゴミ出しは別の日でもいいかい。え、どうしたんだい急に。ちょいと野暮用を思い出しちまってよ。仕方ないね。なるべく早く来ておくれよ。おう、悪いな。君と初めて出会った日のことを今でも昨日の街の再生を見たかったはず。これ、TV で자주나오는애라잖아。半年前、横浜に家族で移り住み、不退転の覚悟で街を変えようとしていた君の思いは、私が誰よりも知っている。そうはね。君が最も可愛がっていた後輩の久米君が、君の夢を引き継ぎたいと名乗り出てくれた。君が命を懸けて作った道を、私は久米君をこの選挙区で男にする。
얘는 진짜로 그렇게 믿나 봐. 天国で 見守っていてください. 分かった. こっちはすぐに発信できるようにしておく。 エンジンをかけろ。 間もなく都知事が戻られるぞ。 ピンはね。 ナイスだぜ、 サッちゃん。 待て！ 어머 미친! 이치마! 괜찮아? 어? 아 나. 何してるんだお前たち。これは知事。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。あの。わか。뭐야? 오, 이걸로 표정 하나 변화 없이? 今夜乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。 怪我がなくて本当に良かった。この度は本当。단둘이서 불 꺼놓고? 어? 와카. こんなところで生まれたんだな、お前は。会いたかったんだろう、俺に。こっち。お前の聞きたいことならわかってるさ。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか。どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか。あとこの体も気になるか。昔は車椅子だったもんな。 全部答えてくれるんですか。ああ、病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。 ああ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか。だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。奴は一言も喋ってませんなんて言ってたけど目を見りゃわかるよ。これ卒業したご。だから処分した。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。 それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。おやさんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るために俺が出頭するしかなかったんです。<笑>お前が身代わりになんなくたって。サオリはパクられなかったさ。 それ誰にもわからないっすよ。いやわかる。なぜなら沢城はスズミを殺してないんだから。え、そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。おい、今度あの18年間大晦日に行った神室町のクラブ。うん、へえ、若の彼女さんの誕生日で。 起きろや。 뭐야? こんなところ寝てんじゃねえよ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、神室町の怖さをたっぷり教えてやるよ。沢城。
俺やっちまった。その男が鈴森。ああ俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。俺は若の代わりに出頭したってことですか。そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。俺は荒川のおやっさんを信じてます。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。말투가좀패고싶다。そいつは光栄です。久米は国会議員の器じゃないっすよ。民事党内でも同じ見解だわ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか。スムルギが편해보여서인가。俺の価値を知らしめさせるためさ。え、그런애도올릴수있다。久米がトップ当選を果たしたらその時民事党のやつらはどう思う。青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが今夜は交渉ではない。さっきも言ったろう、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。あ、뭐야。あ、若の最後の情けを無駄にしやがって。뭐야。愚か者が。えい、あ、갑자기、あ、갑자기、おい、あ、あ、깜짝이야。一番、うん、浜子さん、どうしたんだ。今シェルターへ行ってきたんだよ。あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。そしたら、そしたらあの子たちどこにもいないんだよ。강제로。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ、一体どうなってんだか。落ち着け浜子さん。あたしゃね、あたしゃあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なのに、なんでこんな結果に。浜子さん、私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう。ちなみにナンバーはどっか行くあてがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは。親もとっくに亡くなってるし、今さら行くあてって言われてもな。最後はとてもじゃないけど妹とお父さんを置いて出ていけないわ。ちじゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が。みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に近江連合、日本の表と裏のてっぺんだ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの。バカ言え、
相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだった、もちろん分かってるって。よっしゃ。ったく、呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ。うん、そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバサッチャ、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。嘘、ダミー。さすが俺たちの仲間だ。決まりだな。どいつもこいつも今に見てろよ。좋아요와구독도부탁드립니다。